10歳息子がなかなか寝つけません。睡眠時間が足りていないのではと気になります。大丈夫ですけど、7時半か8時ぐらいから演出を心がけられてはどうでしょうか。3年近く睡眠薬を飲んでいますが、不眠が治らないのはどうしてでしょうか。はい、ありがとうございます。まあ、いろんな理由があるんですけど、実際のところ一番多いのは睡眠薬以外の治療ができてないことですね。特に生活習慣のちょっとずつの見直しっていうのが、どうしても後回しになってしまっていることが多くて、まあ、めんどくさいですからね。そういうのができてなくて長引く方っていうのが実は一番多いです。私は双極性障害ですが、最近夢の中でもイライラが止まらず、起きてもイライラが止まりません。夢でイライラは初めてでびっくりしました。こんなことってあるんでしょうか。まああると思いますし、夢の中でイライラしてたっていうのは本当にイライラした夢を見たかどうかが実ははっきりしなくて、昼間がイライラしてたので夢の中でもイライラしてたんだっていうふうに割と人間って思っちゃうものだというふうに言われて、まあ、結果的にはちょっと混合状態になり、疼痛の方寄りに少しスライドしているっていうことがあるかもしれないので、こういうのは結構相談のしがいがあるよ。主治医の先生にぜひ相談ください。原因の分かっている不眠症はその原因を治療していくことで良くなるものですか。その他に原因が分からない不眠症は原因が分からない限り良くなることはないですか。原因が何かはっきりさせないとダメですか。はい、非常に良い質問ですね。解決できる原因が簡単に見つかるような原因のある不眠症、二次性不眠であれば見つけて治療した方が良くなる確率はぐっと上がると思います。まあ、例えばムズムズ症候群とかね、そういうふうなものは非常に明確ですよね。睡眠時無呼吸症候群もそうですよね。ほとんどの不眠症というのはどこかから不眠恐怖症みたいな状態になってくるんですよね。眠れないかったらどうしよう、眠れなかったらどうしようっていう、こう悪い予想を立ててしまって、それが的中するっていう、まあ一種パニック発作と予期不安みたいなね、そういう関係の状態になってくることっていうのは結構あるので、実はほとんどの不眠症の方の治療というのにほぼ必須になってくるのが、患者さんご本人が認めてくださるかどうかは別として、不安障害の治療的なアプローチっていうのは必ず必要になります。ほとんどの方というのはこの不安障害的な要素というふうなものが良くなっていくっていうことによって改善することが多いです。簡単に分かるような原因の除去とか、多くの人がやりまくってるような屋根とかね、お早起きとかね、めっちゃ長い昼寝とかね、お酒飲んで寝るとかね、でそういった事柄というのは多くの方が見直していった方がいいのは間違いないと思うんですけど、すべての原因を取り除かない限り治らないというわけでもないですし、原因のはっきりしない不眠というふうなものに関してもほとんどの場合は不安障害的な要素を持ってらっしゃるので、その部分が良くなるとかなり良くなるっていうところもあったりしますね。初見雅彦の動画。不眠症の原因がわからないままだと薬はずっと飲み続けることになりますか？いや、そんなこともないですよ。不眠症の原因って、半分以上の方は、不眠症の半分は不安でできているっていう。その不安の部分がね、よくできていると、もちろん不安っていうのは薬物療法もありますけど、非薬物療法もありますから、その部分が非薬物療法によって良くなれば、薬が必要なくなることは5万と言います。もう一つ、治しうる病気ですね。例えば、うつ病とかもそうですし、ムズムズ症候群なんかもそうですけど、そっちをバシッと治れば、ポロッとなることもらえる。治しやすい原因っていうのが見つけられるというのは大事なんですけど、治しやすい原因が見つからない場合にも、ほとんどの方は治しうる原因として不安の要素を持っている。それを治せるようにしていくということが大事かなと思います。10歳息子がなかなか寝つけません。10時に布団に入りますが、寝つくのが11時30分近くになります。起きるのは6時50分です。睡眠時間が足りていないのではと気になります。体力はある方なので気にしなくても大丈夫でしょうか。大丈夫ですけど、なんとなくなんですけど、言葉にするかしないかは別として、7時半か8時ぐらいからなんとなくですけど、家の中が少しずつ暗くなっていったりとか静かになっていくというのを演出を心がけられてはどうでしょうか。早く寝なさい、お部屋はあれかみたいないつまで起きてんねん、後ろでテレビが大音量とかね、渥美先生の YouTube めっちゃでかい音で流れながら、もう早く寝なさいって言ったでしょ、睡眠専門医の先生も言ってるわよみたいな説得力がございます。静かな環境を作りながらでお願いします。双極苦手です。ルネスタ 2mg 処方されていますが、12時過ぎても寝れなかったら服用しています。なので寝る時間がバラバラになります。こういった使い方でも大丈夫ですか。はい、大丈夫です。大丈夫ですけども、起きる時間はなるべく一定にしてください。
寝る時間はね、特にこう不眠感のある方っていうのは絶対に自分の思い通りにはならないものですから、睡眠薬飲んでもね思い通りにはならないですから、基本的には寝る時間を思い通りにしようというんじゃなくて、寝る時間はバラバラでも起きる時間は可能な限り前後1時間以内ぐらいで一定化させようというふうにしはった方が、双極性障害自体も睡眠も安定化すると思うので、起きる時間の一定化、これを覚えておいてください。松葉杖の負担が大きくメンタルダウンを起こしていて、一昨日まで1日寝ている状態が続いていましたが、足の骨折が免罪符になり、昼よりも最悪感をなくすことができました。夜の睡眠への影響を考えたら長い昼寝はやめたいと思っていますが、体が今要求しているようなら悪い気もしないと思います。いつから生活リズムを整えるのが望ましいのでしょうか。そろそろ整えてもいいんじゃねえかって思えれば整えていいと思いますよ。基本的にはあんまり頑張りすぎるっていうよりも、とにかく朝一発だけ出て外の光浴びるぐらいでいいと思いますけどね。その通りです。免罪符は素晴らしいので、常に自分に免罪符を与えてください。不眠症は病気などの不安症や脅迫症と相関関係がありそうですねと。不眠改善のため不安、脅迫の解消をどのようにしていくのかが解説いただきたいです。はい、これは難しいな。最終的な目標というのは、今よりもややいい加減になることだ。センサーが働きすぎていて、それに対して対応しすぎるというが、結局、脅迫とか不安とか、不眠もそうなんですけど、その根底にある考え。それができないから苦しいんじゃないかっていうのはもちろんあるんですけど、実を言うと目標というのは我々を少しずつ今よりもちょっといい加減にさせること、いい加減にしても大丈夫なんだという経験をちょっとずつ踏んでいくということが、不安症とか脅迫症とか不眠症に関してはどれもちょっと言えてくることで、これやっちゃまずいんじゃねっていうふうに思ってたことというのに、ハードルが低いところから少しずつ実験をしていくというふうなことが、この3つの病態にうまく働くやり方なんじゃないかなというふうに思います。初見正彦の動画。私は不動性めまいから不眠症に移行し、半年間仕事を休んでいます。来月から仕事に復帰しますが、不眠症は治らず不安ですと。現在デイビゴとソラナックスを半錠にして就寝前に同時に服用して眠れています。ソラナックスだけで眠れなかったり、突然2週間薬なしで毎日眠れたりと大変波があります。藤井は血圧の薬を毎日飲むようにためらわずに飲んでも大丈夫だと言われます。上手な減薬の仕方を教えてください。はい、ありがとうございます。まずある程度安定して眠れてますっていう状態をちゃんと作っておくっていうことが大事です。お薬以外に、まあ、めまいがあるのでね、動きっていうのはちょっと制限されてるかもしれませんけれども、生活習慣の改善というのはできる範囲で一つ一つやっていかれる。ちょっと遅寝とか、早起き目にするとか、朝光を浴びるとか、軽く運動されるとか、夕食は暗くするとかね、そういうふうなことをちょっとずつやっていって、生活習慣の部分で寝やすくするという領域を広げていって、ある程度眠れてるなっていう感覚が得られてから、ちょいとずつ削っていく。個人的にはね、ソラナックスとデイビゴだったら僕はソラナックス削りの方が好きなんですけど、めまいから不眠症に移行した方って先ほどの不眠症の話ではないんですけど、もうすでに不眠症、めまい症だけじゃなくて不安障害としての要素を軽く合併されている方っていうのが割とおられるんですよね。なのでそういう意味で言えばソラナックスの腰もありかもしれませんし、怖いという状態の中で日常生活に戻っていくっていうこと自体が、実はこれ不安障害の治療の一個である曝露療法っているんで、急に仕事っていう状況に行くまでにちょっとずつ活動範囲を広げていくっていう風なことをされて、活動量を広げて夜の睡眠を改善するということと一挙両得を狙うという風なやり方が結構いい。射形や形成射形と睡眠時間には相関関係があるかについて伺いました。はい、射形や形成射形と睡眠時間には関係があるかどうかというのははっきりしていないと思います。ただよくおっしゃるのが、やっぱり睡眠の質というのが悪くなってくると、不随運動というのがすごく強く感じるようになるっていう風な方は少なからずおられたりします。特にこうピクピクとか、こうジスキネジアとかっていうような症状とかっていうふうなものは、睡眠の質が下がってくると悪くなりましたっていうふうにおっしゃる方が多いです。これは客観的に悪くなっているように見える方もおられるし、
客観的にあんまりきつくなっているようには見えないんだけど、その感覚としてすごくひどくなったように感じるようになるっていう方がおられたりしますね。それがなぜそうなるのかっていうのは正直不明なんですけど、やっぱり睡眠時間が下がってくることによって交感神経系が緊張したりとか、いろんなことにこう敏感になったりするっていうことが影響しているのかもしれません。